おめでとう。 86BRZ レース2020オープンクラス、シリーズチャンピオン岡田仁志、マックスオリドレーシングから参戦3年目の今年、見事シリーズチャンピオンに輝いた今一番注目を集めているドライバーだ。本当にホッとしてますよ本当にホッとしてるしかしここまで来るには様々なドラマが待ち受けていた。シフトミス、レース中止、さらに中止、そしてシリーズチャンピオンがかかった大事な最終戦でまさかの記録抹消。その中で掴み取った奇跡の逆転劇とは。施設応援団が総力を挙げておった岡田仁志の1年間、その全てを紹介しよう。ありがとう。2020年1月、岡田の姿はオートサロンにあった。この日27歳の誕生日をスタッフに祝ってもらう岡田。今年は横浜タイヤから出るニュータイヤにも期待がかかっていた。新たな意気込みを胸に 86BRZ レースの開幕への準備を整えるのであった。86、3年目のシーズンになるわけですよ、今年が。でオープンクラスとしては2年目になって、まあ、去年シリーズ5位で、もう今年は絶対チャンピオン取るんだっていうね、まあ、優勝もしたことなかった僕ですけど、その自分が出る大会でしっかり結果を残して絶対チャンピオン取るんだっていうふうに思ってましたね。今年出させていただくっていうことが決まって。ところが世界を恐怖に陥れたコロナウイルスがここ日本でも蔓延。これにより自動車レースは軒並み延期や中止が相次いだ。岡田がエントリーする 86BRZ レースも例外なく中止、開催のめどが立たない。ようやくレースができるようになった時はもう夏になっていた。戦いの場は去年ミッションブローに見舞われた都合。予選では小さなミスがあったものの、1分42秒843をマークし3番グリッドを手にした。去年の借りを返す準備は整った。そうして迎えた期待の決勝第1ヒート。まあ、3番グリッドからスタートになったんですけど、もうだからスタートで行ってやるみたいないう感じですよ。まあ、特にその須郷は今年ね、横浜の A052 がマイナーチェンジして、まあ、デビューレースだったんですよね。結局コロナで遅れちゃってデビューレースだったんで、もう絶対ここの須郷勝ちたいって思ってたんで。しかしこの後岡田に思いもよらぬ悪夢が襲いかかったのだ。スタートを決めたと思われたが二足に入らない。またしてもミッションブローか。巷ではマトリックス岡田って呼ばれてました言われてましたよ。俺だけ最初のピュッてとこだけ出て、あと一人だけこうグーッと後ろ下がってっちゃうっていう、マトリックス岡田って言われてたんですけど、もう多分ね、力が入りすぎて一足からってやるじゃないですか。多分そこでプロとかだったらシフトミスしてもその力抜いてスコッていられるんでしょうけど、僕らみたいな素人はもう力が入っちゃうわけですよ。力が入ってよみたいな感じになっちゃって、もう入んない入んない入んないみたいな、もうそういうミスです。だからもうなんかスタートで行ってやるぞっていうしか考えてないから行けみたいな感じになっちゃってるんですよね。多分それでミスっちゃってマトリックスになっちゃったという感じです。もう力の入りすぎだったの。もう完璧ですよ。もう血管がもう全部出んじゃないかみたいな言うぐらいおりゃーみたいになっちゃってるんで多分それでも気合でプッシュを続ける岡田。86に鞭を入れインベタのさらにインへ飛び込む。こうした気持ちが悪い方向へと導いてしまったのか、他者と接触してご覧のありさま。
結局この日は同じチームの木下智博選手がスタートから見事な走りを決め3位表彰台を獲得。はい、じゃあまたこちらになります。はい、よろしくお願いします。はい、撮ります。一方の岡田はこの日14位でレースを終えた。気を取り直して挑む翌26日の決勝第2ヒート。何としても前日のミスを取り返さなければならない。ところがまたしても菅生の魔物が牙を剥く。コースはご覧のように深い霧に包まれた。そのためレースはセーフティーカーランとなり、ついに赤旗中止。ミスを取り返す間もなくレースは幕を閉じた。あのフォーメーションラップやった時はもう霧で、もう前3台前の車なんかもう全く見えないみたいな感じだったんで、こんな状況でレースやっちゃうのみたいな感じで、俺そんな状況でねレースがやったことないんで、これ本当にやんのかなみたいな感じで、まあ、あのそのまま赤旗終了になっちゃって、まあそのポイントランキング的にね、やっぱり上までちょっと戻せなかったっていう残念な気持ちもありつつ、よかったこんな状況でレースやんなくてみたいなっていうちょっと安心感もありつつみたいな、まあ、素人ならではですけど、もう本当に怖かったですもん。だって全然見えないから。岡田は20歳の時、レーシングドライバー織戸学に弟子入りし、この世界に足を踏み入れた。途中道に迷うことはなかった。それは自分自身で間違いないと思った道だったからだ。そんな岡田は普段からみんなを笑顔にすることを忘れない。月に1回 130R 横浜で応援団と一緒に行われているシミュレーター選手権でも常に笑いを取る。本当のタイムワープはね、実は土屋さんなんですけどね。土屋さんね、ワープしました。今思いましたけど、559秒はもうちょっとボイトつなくてもいいかもしれないですね。僕は今日は559秒やってみます。おそう。それ狙えるんですか ?100 分の1秒頑張りました。そうですね。はい、2020年8月29日、オートポリス。ダイナミックなコースであるオートポリスは岡田にとって初めての場所。まずは専用走行、頭にシミュレーターでの練習を描いてコースイン。途中コースにオイルが散乱し中断となったが、最終的には2分16秒158をマークして2番手につけた。手応えは十分だ。翌30日の予選、ここで岡田はシフトアップのタイミングで縁石に乗ってしまいタイムロス。それでもトップからコンマ7秒落ちの2分15秒983をマーク、3番手につけた。迎えた決勝。岡田はスタートをしっかりと決めて2番手にジャンプアップ。しかしヘアピン手前でインを取られ、再び3位に後退。初めてのオートポリスはこのまま終わりを迎えるかと思った5周目、岡田に再びチャンスが舞い降りた。先行者がミス、それにより岡田は2位にポジションを上げ、そのままチェッカーを受けた。で、スゴーの分を取り返さないとと思って、まあ、レースウィーク挑んだわけですけど、でポール取れずに、でまたポイント取れないみたいな感じで、まあ、3位スタートだったんで、そこでまあスタートもなかなか良くって、まあ、その後まあ抜き返されちゃったんですけど、まあ、結果的にその2位の人が失敗したところをちょうどいい感じで抜けたんで、まあ、2位フィニッシュと。10月17日の岡山は雨。ここでは2ヒート制のレースが行われた。予選では木旗が続出し、なかなかタイミングが取れない。そしてさらに赤旗中断。再開したところで各社一斉にコースインしているため、
クリアが取れない状態で岡田は予選6番手に沈んだ。その予選レース1の前の予選で、まあ、雨だったんで、で、まあ、台数もかなり多くてね、なかなか自分のタイミングがつかめずに、なんかつかめないつかめないタイミングがつかめないまんまあの予選が終わっちゃって、その後社長にあの打ち切りられましてまあそこでもちろんまあ、ね、あの経営が入ったわけで元から経営は入ってるんでなんですけど、なんかそのこの失敗した予選であのレース1も雨予報だったんで、もういかにこのレース1をトップまで戻れるかみたいないう楽しみはちょっとありました。逆に社長に怒られて開き直れて、ここからどこまで上登れるかなみたいないうのが、まあでも意外と楽しかった。実は岡田は練習や予選で雨を経験しているものの、決勝が雨だったことは過去に一度もない。それだけに不安も募る。しかし途中セーフティーカーが入り、各社の差がリセットされた。そのチャンスを岡田は逃さなかったのだ。横浜タイヤで絶対に優勝する、そう自分を奮い立たせ、ファイナルラップの2コーナーでインに飛び込む。岡田、作戦成功。そして見事このままトップチェッカーを受けた。決勝第1ヒートは1位、余裕のウィニングラン。おめでとう。岡田のもとへプレスカメラマンたちが集まる。このドライバー1番 OK ありがとう。嬉しいトップチェッカーだったが、軽い接触があったようだ。スポンサーも痛がる。表彰台のない1位なんで、なかなかの残念な感じなんですけど、まあでも嬉しかったですよ。もう絶対追いつくんだっていう感じで走ってたんで、よかったです。1位まで戻れて。なんかその時の車載映像はないの？その車載映像は、そのレースウィーク中にメカニックの人とか知り合いの人が、岡川くんの初優勝の車載見たいって言ってホテル帰って、よし今日はこの車載でみんなでお酒飲むぞとかって思ってたのに、クラッシュしてましたよこのデータ読み込みませんみたいないう感じになってまして、残念ながら僕の実質の初優勝 の車載データは取れていないと。なんと人生初のトップチェッカーの瞬間はデータ破損で録画されていなかったのだ。それでも翌日のレース2ではポールポジションでスタート。応援団長の期待も高まり、自撮りリポ。世間目指して頑張ってもらいます。みんな応援よろしくお願いします。岡山大会オープンプレス決勝第2位とスターティングリストをここでご紹介してまいりましょう。ゴールポジションからスタートしますのは、カーナンバー559番アジカマックス王子の発色、岡田仁志。横浜タイヤを履いての参戦。タイムトライアル予選ではですね、6番手タイムということだったんですけれども、その後岡田仁志選手が後ろを仰ぐ森戸学選手にタッグを入れられたそうで、魂の走りを見せろって言われたかどうか分かりませんが、そんなことを書いたという言ってたという情報もありますけれども、その気持ちを受けて岡田仁志、特にセーフティーカー明けの後半ですね、怒涛の追い上げをしてまして、最後の数周で前に追いつき完走し、トップチェッカーという熱烈な優勝を果たしました。そのオープンクラスのドライバーに応援の横断幕が出るっていうのもなかなかないんじゃないかと思いますが、グランドスタンドの一番高いところに259岡田仁志って出てきますよね。華やかですね。プロみたいですね。岡田君、頑張っていただきましょう。迎えた決勝第2ヒート、岡田を先頭に隊列が整う。後方グリーンフラッグが並びました。86 DR ネットレース、スタートはレッドシグナルがついていきます。レッドシグナルがブラックアウト。今スタート、岡田にスタートを切ってきた。順調なスタートに見えた。
しかし後続車のペースは速い。次第にミラーを気にする岡田。4周目、ついに岡田は抜かれて2位に脱落。それでも必死に食らいつく。隙があれば相手のレコードラインに飛び込むつもりだった。残念ながらこの日岡田はトップチェッカーを受けることはできなかった。悔しがる岡田、この時点でシリーズランキングは2位となった。その2番手の選手のペースがめちゃくちゃ速くてですね、まあ、でもそれでも絶対負けねえと思って走ってたんですけど、思いのが速くてですね、で2コーナーでインに疲れちゃって、そこから抜かれて、もうその後はもう絶対なんかミスしたら絶対いける距離にいないと思って、もう今までのその木曜日金曜日の練習した時のもうベストラップ更新以上でずっと毎週ラップできてたんで、自分の実力の中では結構いいペースはしてたんですけど、それでも毎週やっぱりコンマ何秒か離されちゃう。そこでまあ自分自身のただのスピードが負けてたなっていうような感じがするんですけど、でもめちゃくちゃ悔しかったですよ。本当に悔しかったです。びっくりするぐらい。そして迎えた最終戦モテギ。逆転シリーズチャンピオンがかかった大事な一戦であるため、絶対にミスは許されない。そんな岡田は去年のインタビューでこう答えていた。このレースを盛り上がってさらにシリーズチャンピオンを取れたら最高だなと思ってます。岡田がシリーズチャンピオンを取る条件はこのレースで優勝すること、そしてこの時点でランキングトップのドライバーが3位以下になること、この2点だ。岡田は予選前に折戸学を長年にわたってサポートしてきた K1 の山田孝之メカニックと相談して予選アタックを組み立てていた。山田メカニックは岡田が3年前にレースに参戦して以来ずっと岡田を支えてきた、いわば影の大黒柱だ。その山田メカニックの目の前でチャンピオンを取る、そう心に誓って臨んだ予選アタック。タイムは岡田、見事ポールポジションをゲットと思った矢先、岡田店長4打数でフロントローからのスタート、4輪脱輪で記録抹消。岡田は2番グリッドからのスタートとなった。大事な一戦でまさかのミス。ポール取ったと思ったけど、本当ですよ本当ですよ。いや、その計測1周目に行って帰ってきて、タイム的には僕がちょっと目標にしてたようなタイムだったんで、19秒台前半っていうのがちょっと今週その日のその週の目標で、よっしゃ入ったと思って、でも事前に2周行っとこうと、どんなタイムが1周目に出ても2周行っとこうって決めてて、でそれで2周目行ってたんですけど、まあ1周目のタイムの方が当たりますよ、全然良かったんで、よっしゃ帰ってきてやったポールだみたいな、久々のポールだと思って、まあ、予選も終わって、でこれでポイント、ね、1点取れたんで、ポール取るってね、でこれで逆転チャンピオンに向けていいスタートが切れたら今週と思ってたんですが、まさか あのプロクラス予選の前ぐらいに折戸社長から LINE が来まして、お前4打数2番手だぞみたいな、みたいなマジでみたいな、まあ、でもプロクラスの予選ってもうその次オープンクラスの決勝なんで、もう本当にね時間がない中で決まったんですけど、
いきなりポールだと思ってたのが2番手スタート。いやもう本当ストレスでしたね。しかしこの時応援団長の大石は一つの仮説を立てていた。岡田の周回数と他のドライバーの周回数を見比べた時、岡田は少ない周回数で好タイムを叩き出していたのだ。もしかすると岡田のタイヤにはまだ十分余力があるのでは。だとすると決勝で有利になるかもしれない。大石はそう読んでいた。多分スタートでうまく抜いてくれると思います。皆さん応援よろしくお願いします。予想通り岡田は抜群のスタートを決めた。盛り上がるチームクルー、実はクルーたちも岡田がうまく逃げることを信じていた。そのためかスタート前に場内で流れるドライバー紹介アナウンスではご覧のようなはしゃぎぶり。ミスを悔やまず吹き飛ばす勢いである。一方岡田もミスを取り返す渾身の走りを披露。絶対に負けられない、そう胸に誓って走る。この時点でランキングトップのドライバーは3番手を走行。仮にこのまま岡田がトップでゴールをすればシリーズチャンピオンは岡田が手にすることになる。だからこそトップチェッカー以外の選択肢はない。しかしレース中盤、後続車が徐々に差を詰めてきた。2台の差はほとんどない。岡田はこのままトップを死守できるのか。マシンは、タイヤは、ゴールまで持つのか。そして迎えた今シーズンラストレースのファイナルラップ。逆転シリーズチャンピオンまであとコーナー一つ。最終コーナーを立ち上がりホームストレートへ。これまでの思いを胸に右足に力を込める。そして後続車の追従を見事抑えてトップチェッカー。同時に念願のシリーズチャンピオンをゲットした。はい、じゃあ見事にステッカーいただきました。イエーイ。動画です。はい、ありがとうございます。いただいちゃいました。今からハリハリ式です。本当はね、ここにあの PP も来るはずだったんですけど、まあ、まさかの呼んだということで、まあ、優勝したんで結局オーライということでこれいただきました。ありがとうございます、かっこいいじゃん。じゃじゃじゃーん、ピン、初めてつきましたよ。常になんか一個でも落とせない、一個もミスできないっていう状況が毎レース毎レース続いてまして、まあ、そういう意味ではすごい緊張感を常に保てるような1年だったというか、一個も落とせないっていうのが毎戦毎戦だったので、かなりモチベーションの高い状態が常に続けられた1年間。僕らは人を愛する。さびれた記憶をたどるように、いつの日か君を抱きしめる時、その意味が次はわかるのだろう。また見る景色は一番と同じように素晴らしい。
ジカさんがいて、堀尾さんがいて、いろんな人がいて、僕ってほら成り立ってるんで、僕がやりたいですって言ったかってできるものじゃないんで、なかなか難しいですけど、まあ、また来年ね、86レースができるんだったら僕にとっては嬉しいし、まあ、どのクラスかは分かんないですけど、なんかチャンピオンまだ取れたらいいなと思ってます。